今回は食べ物系ガチャ5種類をガチャしてきたてご紹介していきますそれでは1つ目戻りましたいつも通りカプセルをトントして出していきますであと2回やってきましたこちらもトントして出していきますということで1つ目は羽衣フーズふわふわぬいぐるみマスコット缶のぬいぐるみ全4種ラインナップはシーチキン L フレークシーチキンファンシーオイル不使用シーチキンマイルドシャキットコーンの4種類になります で今回出たのはシーチキンファンシーシーチキン L フレークシャキットコーンが出ました最初にシーチキンファンシー横を見てみると缶そのままといった感じになっています下はこんな感じでこちらギミックがあって缶を開けると中にツナが入ってますでツナ取り出すことができますこんな感じ缶の底と蓋にはマジックテープがついていますツナを入れるとくっつきます 蓋の方もちゃんとくっつきます。上下でくっついているので無理をしなければ外れません続いてシーチキン L フレークこちらも同じように横は缶と同じデザインになっていますで下はこんな感じ先ほどと同じように蓋を開けるとツナを取り出せますただちょっと個体差なのか L フレークの方がちょっとパンパンになってます閉じてみるとちょっと浮いてる感じです続いてシャキッとコーン こちらも缶と同じデザインしちゃってます。シャキッとコーンだけ上は蓋のデザインになっています。で、下はこんな感じ。で、蓋を開けると黄色いでっかいのが入っています。で、出してみようと思ったんですが結構力いります。で、こちらはちょっと深さがあるので出すとき力が必要になります。で、出したコーンはこんな感じ。ジャイアントコーン以上なコーンになっちゃってます。で、コーンを中に戻して蓋を閉じると。 元通りりになりますで全種類にゴムひもがついていますということで1点目は羽衣フーズふわふわぬいぐるみマスコット缶のぬいぐるみをご紹介しました羽衣フーズさん結構缶出してると思うのでいろんな種類出してほしいなって思っちゃいましたで続けて2つ目戻りましたいつも通りカプセルをトントして出していきますであと2回やってきましたこちらもトントして出していきます とということで2つ目は野外おやつカルパスミニチュアチャーム全5種ラインナップはブルーグリーンイエローオレンジピンクの5種類になりますで今回出たらブルーブルーブルーが出ましたで自分の場合は3連続出たらそこで終了にしていますで今回出たブルーはこちら正面と後ろでこちらのカルパス中の方に入ってるんですが結構できいい感じになっています で横から見るとこんな感じあとこちらボールチェーンがついていますということで2つ目は野外おやつカルパスミニチュアチャームをご紹介しましたできれば他の色も見てみたいのでまた機会があればガチャしてみますということで続いて3品目戻りましたいつも通りカプセルをトントして出していきますであと2回やってきましたこちらもトントして出していきますということで3品目は金服ミニチュアチャーム2全5種ラインナップは太っ腹からしめんたい特大 タル入博多、詰め合わせからし明太子、たらこ明太もつ鍋からし明太子、明太チューブの5種類になりますで今回出たのは明太もつ鍋樽入り博多詰め合わせ明太子、たらこ明太チューブが出ましたで最初に明太もつ鍋どっかり明太子が乗っかっちゃってその下にニラどっさりありますもつもちらっと見えて反対側は野菜でしょうかこれはガチャなのに食べたくなっちゃいます で横を見るとこんな感じであとはボールチェーンがついていてで先には明太もつ鍋のパッケージがついています裏面を見るともちろん金服のロゴが入っています続いて樽入り博多詰め合わせからし明太子たらこ樽にたらこと明太子が入っちゃっています横を見てみると木の模様が入っていて下にもちゃんと入っていますでボールチェーンがついていて先には金服詰め合わせのパッケージがついています 続いて明太チューブこれは一番手頃で使いやすい商品ですで正面後ろ後ろにはレシピが載っていますこういうのありがたいですでボールチェーンがついていて先には金クのネームプレートついていますということで3品目は金クミニチュアチャーム2をご紹介しました明太子いを時々食べたくなると金服買っちゃっていますで続いて4つ目戻りましたいつも通りカプセルを担ト当ントンして出していきます で、あと二回やってきました。こちらもトントして出していきます。ということで、四品目は可愛い,いカップ酒コレクション。全五種。ラインナップは、国丸、乗船カップ、雪男、純米酒カップ、秋鹿、純米酒、バンビカップ、ニャンカップ、白泉、ミオザクラ、パンダカップの五種類になります。で、今回出たのは、ミオザクラ、パンダカップ、雪男、純米酒カップ、国丸、乗船酒カップが出ました。 で最初にミオザクラパンダカップでパンダカップの意味は横を見るとパンダがいます4パンダいますで蓋とコップの間ちょっとだけ入ってない状態リアルだなって思っちゃいましたでこちらボールチェーンがついていて先にはミオザクラのネームプレートがついています続いて雪男純米酒カップ横を見てみると雪男がいますスキーを履いている雪男と スノボしてる雪男いますでこちらもちょっとだけ空気入ってる状態になっています。あとボールチェーンがついていて、雪男のネームプレートついています。続いて釘丸乗船カップ。で横を見てみるとさくらんぼがついています。でこういう感じ、昭和レトロな感じしちゃいます。でこちら、蓋の部分を見てみるとボールチェーンが通ってるところ、これ線になってると思います。本来であれれば畳まれててて飲みたい時にカシッと開けて パシュッと開いて飲むその時に使う線その線のところを使ってボールチェーン通しにしているのがすごいなって思いましたでボールチェーンがついていて砂金や釘までのネームプレートがついていますということで4品目はかわいいカップ酒コレクションをご紹介しましたカップ酒はものすごい種類があってかわいいのがいっぱいありますできれば長い期間でこのガチャやってほしいなって思っちゃいましたこの先もちょっとこのガチャ期待していますタカラトミーさんよろしくお願いします ということで最後の5つ目戻りましたいつも通りカプセルをトンとして出していきますであと2回やってきましたこちらもトンとして出していきますということで5種類目は天のフーズフリーズドライお味噌汁ダブルスイングマスコット全8種ラインナップはシジミカニ汁ナスほうれん草野菜豆腐赤だしなめこの8種類になりますで今回出たのはシジミシジミなめこが出ました最初にシジミ こちらシールかなと思ったんですが、触ってみると半立体になっています。こだわりがすごい。後ろはこんな感じで長めのボールチェーンが付いていて、先やしじみのパッケージが付いています。裏面はこんな感じで続けてなめこをご紹介しようと思ったんですが、これどっちがメインなんでしょうか。で、どっちも出来ないので悩んじゃいました。ただしじみもうご紹介しちゃったので、お味噌汁からご紹介していこうと思います。 でこちらのナメコもパン立体になっていて触ってみるとナメコの造形感じられますでお椀の方は茶色ですで下を見てみると穴が開いていて空気穴になっていると思いますで同じようにボールチェーンがついていて砂金やナメコのパッケージがついています裏面はこんな感じということで5つ目はアマノフーズフリーズドライお味噌汁ダブルスイングマスコットをご紹介しました1人だとと味噌汁はちちょっと余っ余ゃうので 結構こちらの商品買ってたりしていますでこの後なんですけどもこっちのおままけコーナーナになります今回はアミューズメントで撮った景品を3つご紹介していきます早速1つ目はこちらうさぎの指人形になりますちょっとゴム外しますで下から指を入れてこれで指人形になりましたこれでも結構撮るの大変です続いて2つ目 2つ目はこちらハンギョ丼のぬいぐるみになりますで、ゴムを外します寝ちゃってる感じでしょうかで、蝶ネクタイさゆりちゃんがついていますで、最後の3品目はこちらハンギョ丼になりますゴム外しちゃいますこれは先ほどのハンギョ丼と同じクレーンゲームのところにありました最初に寝てるハンギョ丼取れちゃって起きてるハンギョ丼も欲しいなと思ってちょっと頑張って取ってみました で今回取れた景品は以上の3つになりますまた何か取れたらご紹介していこうと思っていますということで今回は食べ物系のガチャ5種類とおまけをご紹介してみました気になったガチャありましたでしょうかまた次回も同じ種類のガチャをまとめてご紹介していきたいと思いますお時間あればご視聴ください